サラです。今日はサラが赤ちゃんだった時の物語を紹介するよ。それではレッツゴー。サラチャンネル始まるよ。赤ちゃん元気によく動いているね。もう一つ生まれても問題ないですよ。エコーで見てみましょうね。モニター見てください。元気いっぱいに動いてますね。この時サラの予定日は5月5日でした。だけどお腹の居心地が良かったみたいで、予定日より遅くなりそうだねって言われていたみたいなの。だけどママが産気づいたのは5月1日日曜日の夕方でした。可愛い赤ちゃんが生まれましたよ。パパにそっくりですね。先生ありがとうございます。お母さんよく頑張りましたね。お父さん、それでは沐浴をしましょうね。サラちゃんはお風呂が好きみたいですね。ママお疲れ様。よく寝れましたか？サラちゃんもよく眠っていましたよ。可愛くて小さなサラちゃん。ママおはよう。サラちゃん、バーバが来たよ。ここは赤ちゃんのお部屋だよ。サラちゃんのお下の。サラは声が大きかったから、サラが泣いたら他の赤ちゃんも泣いちゃうんだって。だから赤ちゃんのお部屋にいたのは生まれた日だけなんだ。サラちゃんは全力で泣くみたいだね。うん、元気すぎるね。これはサラちゃんの記録 DVD です。先生、お世話になりました。ありがとうございました。また検診でお待ちしてます。サラちゃんは寝ている時も笑ってるね。びっくってした。もろう反射だね。ずっとご機嫌さんだね。しばらくはママの実家にいたの。お家には犬のピーちゃんがいて、ピーちゃんはサラを自分の子供と思っていたみたいで、たくさんお世話してくれたんだ。サラが泣いたら一番に飛んできてくれて、みんなに知らせに行ってくれたり、ママがサラを抱っこするとちょっぴりやきもち焼いちゃうんだ。ある時はサラが食べこぼしたお菓子を食べてくれたり、お世話大好きなピーちゃんなの。ちなみにこの時ピーちゃんは20歳くらい。結構おじいちゃん、育児頑張るおじいちゃん系だよ。いつも一緒に遊んでくれたの。追いかけられてもペンってされても優しいピーちゃんなんだ。泣いたらまたすぐ知らせてくれるの。ピーちゃんいい子ね。おむつ替えよっか。ちなみにサラはベビーベッドで寝なかったから、ベビーベッドはおむつを変える場所だったの。おむつを変えてる間もピーちゃんが待っていてくれるの。
一番の思い出はお家でバーベキューしてた時にサラがピーちゃんの頭にお肉を落としちゃったの。ピーちゃんあちちちちってなっちゃった。それでもピーちゃんは怒らなかったんだ。こうやってピーちゃんにお世話されながらサラは大きくなりました。今日の動画はいかがでしたか？また一緒に遊ぼうね。またね、バイバイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくね。